何をしている？離れろ！破門にして私も助けに行く。どうしてあなたが迷うのか理解できない。私には家族がいない。だから弓香さんだけが。どうしたの？お父さんとお母さんは？どこか施設に預けるべきです。この子は私の子です。あなたにだってたった一人の家族なんじゃないの？命令しないなら勝手にやる。落ち着きなさい。時貞さんもその後のことはどうするんですか？当主だってずっと逃げ続けるわけにはいかない。うるさい。失うよりマシだ。豪雪ありがとう。二人を破門にはしません。伊賀の忍者として当主を救出してください。一刻は